皆さん、こんにちは。今回も森渡りのビデオをご覧いただき、ありがとうございます。この動画は、宇宙サンドボックス MMO、スターベースの解説動画です。今回は、もう一つの速度計をご紹介します。まずは性能をご紹介します。一つ、非常に高精度です。測定値の揺らぎが、小数点以下です。つまり、ステーショントランスポンダを使う方法より高精度です。 2つ応答性がいいですリアルタイムです3つ進行方向を分離しますステーショントランスポンダーを使った方法などは斜めに移動していても検出しますがこれは設置した方向への速度を検出します4つ利用範囲が 送信塔やステーションの周辺に限定されません。興味が湧きましたか開発過程から説明する誘惑があるのですがそれは機会があればということにしまして今回は設置運用制度について説明します。面白いですけど話が長くなる上そこのお話は遠慮したい方もいらっしゃると思いますのでさて外観はこのようになっています。簡単に原理を説明すると この看護ロックフレームに遮られたレンジファインダーのビームが船の速度に応じて伸びその長さが測定結果として出力されます実は前回速度とフレームレートの関係を説明したビデオの作成時点で搭載済みで実用に足ることを確認していましたそこで確立した高精度な検証方法とさらなる追進を経てレンジファインダーの測定値を速度に対応できるようにしましたそれでは 必要なものを説明しま,すまずカーゴロックフレームの部品からフレーム 48cm を4個コーナー 48cm を8個コーナーの説明書きにフレーム部分がなくても動作するようなことが書いてありますが今のところ動作しませんので必須ですそしてカーゴロックフレームコントローラーを1つカーゴロックフレームは素材は安価ですが必要研究ランクがかなり高いので オークションハウスから購入されるか以前私がリリースしたエンハンサーなどの入手方法のビデオをご覧になってシップデザイナーから作成してください概要欄にリンクを貼っておきますね必須ではありませんがスイッチと表示器があると便利なのでハイブリッドボタンとプログレスバーをいくつか用意しています次にレンジファインダーとレンジファインダーを動かすためのハードポイントが必要ですまた これらをカーゴロックフレームからぴったり 24cm 離して固定するための部品が必要です。私はプレートベーシック 12×24 を使っています。最後にヨロルチップとヨロルチップソケット。チップは私が例としてこれから書くコードならどれでも構いません。では組み立てていきましょう。まずはカーゴロックフレームからです。初めて組み立てる方が多いと思います。 注意事項としてオートボルトはカーゴロックフレームを周辺の部品に固定してくれますが今のところ内側の釘打ちをしてくれませんそちらを行わないと動作しないので手動で行います 枠が組み上がったら、枠のどこかにコントローラーを取り付けて、カーゴロックフレームとしては完成です。レンジファインダーから光線が伸びますので、それを邪魔しないよう、前方に2メートル以上の空間がある場所に設置します。利便性のために、スイッチとプログレスバーを付けておきます。ハードポイントとレンジファインダーを24センチメートル離して固定します。原理的に、 もっと離して設置しても問題ありませんが私が出した数値を流用される場合はこの距離にしてくださいカーゴロックフレームに直接固定することもできますがレンジファインダーの表面は凹凸がありますのであまりおすすめしません次にーロルを書き込みます 初めて書く方は実際に書く前に設定を変えましょうエスケープメニューからゲームプレイカメラと進んでヨロルチップを開いた時と編集中に全画面表示になるようにチェックを入れます入れないとヨロルチップに顔を押し付けないと見えませんチップソケットに入れたから書き込みたくなりますが実行が始まってしまいますので意図しないループに入らないようまずは空中に置いて書いた方がいいでしょう 鍵マークをドラッグして開き書き書込みます簡単に説明すると設置方向以外に移動している時やカーゴロックフレームがオフになった時はレンジファインダーの最大長が出力されるので1行目でそれを出力しないようにします不可能な速度値が表示されますが無視するだけでよいと思う方は2行目を先頭に書いても大丈夫ですその場合更新周期がよろる1行分の 0.2秒に速くなります。2行目が実際に速度を算出します。簡単な一時関数の計算です。このグラフの関係が書かれています。値が10倍にされているのは、ヨロルが小数点3桁までしか取り扱えないため、5桁の精度で計算できるようにです。では残りの作業をしながら動作させてみましょう。 ケーブルをつなぎましてレンジファインダーの電源を入れますユニバーサルツールからレンジファインダーオンステートを1にして起動させます レンンンジファインダーディスタンスタを省略してして RFD にますこれで先ほどユロルチップに書いた内容と一致します次にカーゴロックフレームの電源を入れますカーゴロックフレームコントローラーのプロパティをユニバーサルツールから開きカーゴフレームステートを1にして起動しますカーゴロックフレームのステーシスフィールドによってレンジファインダーのビームが遮られるのが正常です ハイブリッドボタンの一行目とこちらを同じ名前にすると、遠隔操作できるので、一致させましょう。ボタンスタイルを一にすることで、トグル式になります。 私はレンジファインダーの出力値とヨロルが計算した速度を両方表示したいのでプログレスバーを2つ用意しましたそれぞれ先頭のフィールド名を先ほどの RFD そしてヨロルチップに書いたスピードに変えました表示桁数は4行目を書き換えて調節できます 同様にして操縦席にも用意しました設置場所がない場合はパネルベースやコントロールプレートを購入してください私のような実験機風の設置ではなくエレガントに配置してくださいねまずは停戦状態で RFD が0.149か0.150になっていると思いますヨロルで扱われる小数点が3桁であることによる最小限の誤差です 測定値の最大がおよそ3であるのに対し0.001揺らぐのは0.03%です値としては0.06ですから問題はないでしょう検証も兼ねてプログレスバーのパネルバリアブルリソリューションを0.001にして表示していますが停戦時に0にならないことが気になる方は1にして整数表示にしておきましょう精神衛星の改善に役立つでしょう 設置が完了しましたので、いよいよ出発してみましょう。このレイバーは、飽和速度まで達する上、私が高フレームレートでプレイしているため、毎秒 150m を超えた速度が出ます。毎秒 150m を超えるのはおかしいと思われた方は、私が以前リリースした速度とフレームレートの報告をご覧ください。少なくとも、今は、この値で正確です。装置を確認しに行きましょう。 ま不思議ビームが貫通しています船から発射されたビームやステージスフィールドが船とは完全に一体化していないことからこのようなことが起きて速度測定が可能になっています実は完全に船と同化していない他のものでも同様なことが可能で操縦席に座ったエンドスケルトンにビームを当てても同じことは起きますが横を向いたりすると値が揺らぎ席を離れると値が消えるので。 自動操縦には向きませんエンハンサーは不可視の光線を放っているとされているので効果が安定しないのもこのような挙動の影響でしょうちなみにこのビームは進行方向以外の加速がかかると完全に貫通しますしたがって設置方向にまっすぐ進んでいる時のみ速度が求められますごく低速であれば逆方向への移動はマイナスの値として算出されます この長さが速度に比例するのでそれを簡単な一次関数の方程式に当てはめて速度を算出しています式はフレームレートと速度の関係を調査した手法でとったレンジファインダーの出力値と速度の関係をグラフに起こし最小に情報を使って係数を算出しました誤差が入る余地がありますが RFD の平均値を計測しながらの再測定では 120km を約14分かけて飛ぶことに対し 差が、が数秒程度と再現性が高く、最小に情報の精度を表す R 通知が1.000と完全であることからヨロルで扱われる小数点が3桁に丸められていること以上の誤差を生むことはないでしょう同じ距離の飛行をする手法では膨大な時間がかかり確認が困難な低速飛行も含めて精度の確認をしてみましょう速度表示が15度の値にほぼ一致するようにスロットルを調節します ステーショントランスポンダの表示設定を1つ下の速度にします。すると完全に表示されます。同じにすると点滅し、1つ上にすると完全に消えます。また 150m/ 秒以上の速度も計測可能です。全速度範囲で高精度である様子をご覧いただけると思います。さて、非常に。 高精度で速度を算出できる様子を紹介したところで何ができるでしょうかまずは i さんに使われる送信塔やステーショントランスポンダの信号が届かない地域での速度測定が可能ですそしてそれから位置を推定することができるでしょうシップデザイナーのテストモードは i さんの動作が可能でそれだけでもありがたいですがもう少し高精度なステーショントランスポンダを使う方法は利用できません これを搭載しておくとテストモードにおいてさらに高精度で測れるので便利でしょう。リアルにおける GPS は精度が上昇して数メートルまで表示されますがコンピューターの進化による高精度化だけではなくスマートフォン側に搭載された加速度計のデータから位置を推定するようになったおかげもあります。I さんは停戦していればプラスマイナス1メートルの位置精度ですが移動中は数十メートルの精度です。 移動中の I さんの位置補正情報として役立つかもしれません他にも採掘時の低速モードなどは船を実際に作ってから様子を見ながら調整するのではなく速度指定で制御できますどんなスラスター出力と重さの船でもさらに貨物量が変化してもです応答のいい高精度の速度計として表示に使うだけではなく他にも面白い使い方がありそうです考えてみませんか この動画が役立ちましたら高評価をいただければ励みになります続編があればいいなと思われた場合はこの動画からチャンネル登録やコメントをいただければそれが分かりますのでよろしくお願いしますまたお会いしましょう